ドスケベ外国人犯罪者がフィリピンで捕まったようですよ。セブーではね、感染者の増加率が 30% もアップしとるようですよ。赤ちゃんがね、取り違えられておったようです。アイナコーエドワーです。いや、今日もね、曇っちゃおりますね。うん、いつまでも曇るフィリピンですね。皆さん、フィリピンしてますか？いや、今日はね、曇っておりまして、まぁ、結構涼しめとなっちゃおりますね。まぁ、こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと、30.2 度。ええぐらいですね。ほんで湿度が 64% ですね。ちょっと高めですね。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、CNN、エスクモレの章の YouTube チャンネルからになります。今日のヘッドニュース。メトロマニラ内にあります、パサイシティありますでしょう。ここのね、ルビアーノ市長の感染がね、確認されたようですね。ルビアーノ市長は症状が出てきたようなんですよ。だもんでね、検査をしてみたところ、ポジティブと出てしまったようですね。ほいで現在このルビアーノ市長は隔離中のようですね。彼女のね、症状自体は軽いものらしいんですよ。ほいでね、現在はルビアーノ市長とコンタクトのあった人たちを調査中のようですね。ほいでルビアーノ市長はこの隔離期間中も市長としての仕事はできる限りやっていくと。さらには市民には誰しもが感染する可能性はあるから、くれぐれも注意しましょうとね、アナウンスしておりますよ。さらにはね、カリンガの州知事も感染が確認されたようですね。カリンガっていうのはね、ルソンの北の方にあるところですね。ほいでもね、ここの州知事はトラベルヒストリーもなかったようで、カリンガからね、一切出てなかったようですね。だもんでね、州知事はカリンガで感染したっていうことになりますね。ちなみにこのカリンガのタボックでは、現在は規制がね、ECQ、ロックダウン中なんですね。タボックっていうのがね、カリンガで一番大きい町になるんですね。この辺りでは感染者を増やす傾向にあるみたいですね。で、ちなみにね、このカリンガと最近ね、B117 騒動でね、有名になっておりました、マウンテンプロビンスのボントックありますでしょう。この2つってね、結構近いんですね。これは何かしら繋がっておるかもしれませんね。で、このボントックのね、市長もね、感染しておりましたでしょう。結構ね、フィリピンでは市長とか知事とかもね、感染しておるんですね。僕が住みますね、このケソンシティのジョイ・ベルモンテ市長もね、一回ポジティブ反応が出ておったこともありましたからね。で、上院議員でもね、感染しておった人もおりましたね。その上院議員の場合やと、症状もね、出ておったんですが、一旦はね、回復をしたんですけどね、もう一回再感染なんてこともありましたからね。さらには、セブーにある町のね、日系の市長の志村市長も感染しておりましたでしょう。あれね、確か去年のことでしたね。この志村市長はね、お父さんが日本人の人なんですね。このようにね、結構ね、市長とかそういった人たちでも感染をしておるんですね。ほいでね、そのセブーですが、最近はね、感染者を増やす傾向にあるようですね。以前と比べると、感染者の増加率が 30% もアップしておるみたいですね。これね、以前お伝えしましたでしょう。セブーの市長がね、お酒を禁止にする言うてね。これがね、感染者を増やす理由の一つになっておったからですね。ほいでもね、その後に、セブーのね、知事がね、お酒は禁止にしないっていうね、アナウンスをしておったでしょう。あれについてもね、その後どうなっておるんでしょうね。なんか特にアップデートっていうのはないんですね。いや、この辺もね、非常にフィリピンしちょるね。ほんでね、豚肉なんですけどね、最近よくお伝えしておりますでしょう。この価格がね、門限上がっておるんですよ。これでね、肉の価格に上限をつけたんですね。これが2月8日から始まったんですよ。と言ってもね、これのせいで肉屋さんはね、儲けが出なくなるもんですから、お店をね、開けなかったんですね。これがね、ケソンシティでは 90% の豚肉売りのお店がね、休業しておったようですからね。これはね、他のエリアでもそんな感じあったようですね。これでね、ポークホリデーってね、報道されておりましたからね。肉屋さんもね、仕入れ値自体がね、ゴイーンと上がってますからね。これではね、価格に上限をつけてもね、あんまり効果が出ないんですね。しかもね、豚肉のね、輸入をするみたいですね。いや、これは良くない傾向ですね。これでね、豚を育てておる人にはかなりの影響になりますしね。以前のね、米農家の人たちと同じですね。
お米をね大量にフィリピンはね輸入しておったんですよ。そのせいでね米農家の人たちはお金を稼ぐことができなくなっておったんですよね。この時はね世界最強の政治家パッキャオ上院議員がねこれをかなり問題視してましたでしょう。フィリピンの米農家を助けるんや言うてね。今回の豚の輸入もね同じようなことが起きそうですね。そもそもね豚ってね育てるのにも結構お金がかかるんですね。豚のあの餌ありますでしょ、あれってね結構高くて、しかもねどんどん値上がりもしておるんですよ。だもんでねそこら辺から見ていかないと意味がないと思うんですよね。ああいうもんのね価格の見直しは必要でしょうね。じゃないとね豚を育てる人がお金を稼げなくなりますからね。そうなると廃業するしかないですからね。ほいでねうちの近所のトロトロでもね最近では豚料理がないですからね。チキン料理が多めですね。ほいでね当分は豚なしでやることになるだろうねってねトロトロのおっちゃんが言っちょりましたからね。チキンでやっていくみたいですね。ほいでもねチキンもチキンでね値上がりはしてんですよ。仕入れ値はね上がってますからね。ほいでもトロトロの値段を上げるわけにもいかんので、これかなり厳しい状況のようですね。さらにはねパン菓子なんでは玉ねぎ農家の人たちがね悲鳴を上げておりますね。玉ねぎがね毛虫みたいなほら害虫おりますでしょ、あれにね食べられまくっておるようですね。これでね玉ねぎのこの葉の部分がね毛虫に食べられたようなんですが、その影響でねこの玉ねぎ自体もね育たなくなっておったようですね。パンガスナンのねバヤンバンは玉ねぎの名産地なんですよ。だもんでね今後はね玉ねぎの価格もねバイーンと上がることが予想されますね。そしてねドスケベ犯罪を犯した人おるでしょう。こういう人たちがフィリピン入国をしようとしておったらしいんですね。BI の発表によりますと、2020年には35の国籍のねドスケベ犯罪者がねフィリピンへ入国をしようとしておったようですね。といってもね2020年にはこのパンデミックがちょうど始まりましたでしょう。これでねフィリピン入国規制がかかりだしたので、この35人っていうのはね実はかなり少ない数やったようですね。これがね2019年やと一体全体何人やと思いますか。正解はね160人のドスケベ犯罪者がフィリピンへ入国しようとしておったようですね。だがしかしこういった人たちはね国際的にねこうリストに上がっておるようなんですよ。だもんでねフィリピン入国の時のイミグレーションのチェックですぐに分かるんだそうですね。ほいでイミグレーションオフィサーがあこいつドスケベやなってことが分かりましたら、すぐに帰りの飛行機のチケットを取らせまして、出発地の空港へ送り返すんだそうですね。フィリピン入国をさせないわけですね。ほいでこれらのドスケベ犯罪者たちのほとんどが未成年とのねそういうのみたいですね。これでねアメリカとかヨーロッパではそういうドスケベ犯罪者たちの監視とか追跡っていうのをね徹底してやっておるんだそうです。さらにね BI はフィリピンでは今後もドスケベ犯罪者はフィリピン入国はさせないと。これはフィリピン人女性そしてフィリピンの子供たちを守ることにもつながると。ほいで BI は世界各国と協力し合ってこういった情報を常に共有をし合っておると。今後も協力し合っていくと。アップデートがあるたびにこういった人たちはフィリピン入国禁止のブラックリスト入りをしておると。だもんでねそういった人たちはフィリピン入国はしないでねとのことですね。まあドスケベっていうのはね男のロマンですが、ドスケベ犯罪はあかんとですね。そしてねワクチンですが、中国のね感染の中ワクチンがあるらしいんですよ。これのねクリニカルトライアルがパキスタンでされておったらしいんですね。この感染の効果ですが 65.7% という数字を出しておるようですね。まあ、ちょっと低めですね。これまたゴイッと上がってねバチンと落ちるんですかね。それにしてもね中国には何個ほどワクチンがあるんでしょうね。シノバックにシノファームにねクローバーに感染のになんか他にもありそうですね。まあ中国にはね闇ワクチンすら存在しますからね。ほいでさらにモデルナのワクチンですが、これね妊婦さんにも使えるようですね。出産前にねモデルナのワクチンを打った女性がおったらしいんですが、この女性から生まれてきた子供は COVID-19 にね対抗する体で生まれてきたようですね。こう言ってもねこれに関してはモデルナは打つかどうかは妊婦さん次第だとアナウンスをしておりますよ。ほいでね今日はワクチン関連のニュースが非常に多かったですね。ほらもうすぐねフィリピンにもコバックスを通じましてファイザー製のワクチンが入ってきますでしょう。
これをね、どうやって運ぶのかっていうのがね、かなり重要ですから、これ関連のニュースがね、非常に多かったですね。ワクチンっていうのはね、まあ、かなりデリケートなもんですから、運ぶときにね、こう揺れたりしてもね、ダメなんですよね。こういうのもね、回避していかないといけないと。さらにはね、何かしら問題が起きた場合の対処はどうやるのかとかね、そういったことをね、話し合っておるようですね。いやー、これはかなり難しいでしょうね。フィリピンやとね、道もね、ガタガタのところもね、まんだまんだ多いですからね。スピードをね、出させないためにもね、定期的にね、こう道がね、こんもりしておるんですね。ああいうのもね、もしかしたら危険なのかもしれませんね。これはね、地方の方へ運ぶのもものすごい大変なことになるでしょうね。ほんでね、昨日の2月9日の感染者数ですが、1235人ですね。これで合計が54万227人ですね。53人が回復をしまして、65人が亡くなったみたいですね。現在のアクティブケースは 29,167 人ですね。こんなんどうす。ほいでね、ここでね、喉を潤しますよと。今日はね、冷たいタンポポ茶ですね。あ、雨が降ってきましたね。なんかね、南の方からね、低気圧が発生しておるらしいのでね、それの影響かもしれませんね。ほんでね、ミンダナオのコタバトのあたりで2月7日の日曜日にマグニチュード 6.1 の地震があったようですね。これでね、ダバオの方まで揺れておったようですね。この地震で15人が怪我をしたようで、24の家とかビルがね、ダメージを受けたようですね。亀裂が入ったりしておったようですね。ミンダナオの方はね、結構大きい地震が非常にね、多いんですね。地震が起きるとね、まあ、大体ミンダナオですからね。なんかそのうちね、ものすごいでっかいのとか来そうで怖いですね。僕が住みますね、このメトロマリナないやとね、そんなにないですけどね。まあ、たまーにね、あ、今揺れたな、みたいなのはありますけどね。ほいで、フィリピンでは、もうすぐほら、次の大統領選がありますでしょう。これでね、現在ではどうやって投票やるんってことでね、困ったことになっておるんですね。投票所にはね、まあ、たくさんの人が集まってしまいますからね。これでね、オンラインでやろうやないかっていう風になってきておるようですね。ほいでね、実はこれは OFW のためにということで、2007年にね、一回やっておったようなんですよ。まあ、OFW って言いますと、海外で働くフィリピン人のことですね。フィリピンではね、他の国へ働きに出ることが当たり前ですからね。まあね、少なくとも家族で一人はね、海外で働きに出てますね。だもんでね、OFW には選挙権があっても投票自体ができてなかったんですね。それをやるやないかっていうことって、2007年にね、試しでやっておったみたいなんですよ。ほいってもね、その時はオンラインでの投票はうまいこといかんかったようですね。ほいでその後はずっとね、やってなかったみたいですね。ほいでね、今回もこのパンデミックですから、まずはね、OFW 用にね、オンライン投票をやってみるみたいですね。これでね、うまいこといきましたら、フィリピン国内でもね、オンラインでやっていける可能性が出てくる中寸法のようですね。まあ、ほいでもこれはかなり難しいでしょうね。ほんでね、とある女性がおりまして、この女性がね、出産をしたんですね。ほいでまあ、元気に赤ちゃんが生まれてきたんですよ。その後に、このお母さんは赤ちゃんとまあ会いますでしょう。で、まあ、抱きしめるでしょ。で、お母ちゃんでちゅよー、言ってね。ほいでもね、そこでこのお母さんはなんか違和感を感じたんですよ。このお母さんはね、この子私の子供じゃないと思ったんですよ。ほいで赤ちゃんを連れてきてくれたナースの人に、この子私の子供ちゃうでってね、言ったらしいんですが、ナースは、何言ってんの、あなたの子供ですよってね、言っておったらしいんですね。ほいでもね、お母さんは、いやもう絶対に違う。もう私にはわかる。この子は私の子供じゃない。主張をね、変えなかったんですね。しかもこのお母さんの妹がね、生まれてすぐのこの赤ちゃんの写真を撮っておったようなんですよ。その写真と見比べても確かに別の子に見えたらしいんですね。鼻の高さとか髪の毛の量とかそういったところが違ったらしいんですね。ほいで病院全体を巻き込んでかなりのね、これ大ごとになってもうたんですね。だもんでね、病院側はよっしゃ、ほんならお前 DNA チェックしたわやないかということになったんですね。これで全ての決着がつくっちゅうわけですね。
ほいでもね、このお母さんと家族は病院側を疑っちょりますから、この DNA チェックをしたかったんですが、どんな偽装工作をされるかわからんということでね、断ったんですね。ほいでね、ここで救世主が出てきました。ジェシカ・ソウですよ。え、ジェシカ・ソウさん知りません？あの GMA のニュースキャスターであるジェシカ・ソウって人がまあおるんですね。フィリピン2のあなたならね、ジェシカ・ソウさんはご存知でしょ。ジェシカ・ソウさんを知らずしてフィリピン2は語れませんからね。ちなみにね、ジェシカ・ソウさんは市民を助けるためのね、プログラムなんかもね、いっぱいやってんですね。ちょっとね、違いますけど、以前紹介しましたね、ラフィー・トゥルフォーみたいな感じですかね。ほいで、ジェシカ・ソウさんを通じまして、この親子の DNA 鑑定をやったんですよ。ほしたらば、どうなったと思いますか？その結果がね、昨日出たんですが、まさかのこのお母さんの子供じゃなかったんですね。別人の子やったわけですよ。このお母さんのね、最初に感じた違和感っていうのはね、当たっておったっちゅう寸法やったわけですね。しかもね、写真もありましたからね。となるとですよ、この子誰の子ってことでしょう。ほいでその後にね、ようよう病院側がね、出産の時の状況を調べてみたみたいなんですよ。赤ちゃんってね、生まれてきたらこのタグみたいなのするでしょう。誰がね、誰の子かを見分けるためのものですね。このタグがこの赤ちゃんの腕から外れておったようなんですね。それを担当しておったナースがそう答えておるんですね。ほいでもね、このタグっていうのはそうそう簡単に取れるもんでもないらしいんですよね。このナースの話だと、最初から付けられておったタグが別の人の名前やったみたいな証言もね、出てきてますからね。まあこれどっちがおまか分かりませんが、タグが外れておったか別人のんやったか、まあこのどっちかでこの赤ちゃんは間違えられたんじゃないかという感じになってきておりますね。ほいでね、取り違えられたもう一人の赤ちゃんはね、誰かっていうのはもう特定はされておるようなんですよ。まあこの後にどうしたのかっていうのはね、まだ報道はないですね。これでね、ジェシカ・ソホーさんが出てきましたからね、このニュースがね、かなり大きいニュースに今なってんですね。これでね、さらには保険証も出てきまして、こういうことをね、さらに調べるようですね。ほいで病院側はね、自分とこの落ち度になりますから、まだ何にもコメントはしてないですね。ほいでもね、家族はもう何回も何回もね、電話をしておるんですけどね、病院側はね、無視を続けておるようですね。これでね、DNA もね、別人やと認められたわけですから、完全にね、これは病院側の責任になりますからね。今頃は弁護士と今後はどうやるのかを話し合っておるのかもしれませんね。なんかこういうのってね、昔日本でもね、テレビかなんかであったっていうのをね、見たことがあるような気がしますね。日本もね、ベビーブームみたいなのがあったって言いますもんね。団塊の世代の人たちやとね、門芸数の子供やったでしょうからね。チャンネル登録を頼もします。それでは、お後がよろしいようで。